人権連盟は1 8 9八年フランス共和国において人権の擁護と推進のために設立された団体である。契機はスパイ容疑で逮捕されたユダヤ人のアルフレド・ドレフィス陸軍隊を擁護するためであり、弁護士のリドビック・トラリューを中心にドレフィウスの再審を求めるビクトル・バッシュ、フェルディナン・ビュイソン、ルシアン・エール、フランシス・ド・プレサンセラによって人間及び 市民の人権連盟として結成された。315の部門、52の支部、22の地域委員会によって構成され、会員は約1万人である。人権連盟の使命は、情報通信技術に対して、個人の自由を守ること、治安維持により人権を守ること、 在留外国人の選挙権を保障すること、不法滞在者の正規化を推進すること、差別を撤廃すること、移動生活者の権利を保障すること、女性の権利と男女同権を保障すること、ホモフォビアと戦うこと、市民権を保障すること、政教分離原則を守ること、推定無罪を尊重すること、例外裁判所を禁止すること、人類共通の権利のために、 国際刑事裁判所を支持すること、アメリカ合衆国等の死刑に抗議すること、世界中の権利と自由にために戦うこと、市民主導の世界経済を実現すること、極右と戦うこと、人権に基づく持続可能な開発を促進することである。百九十八年に結成された人権連盟は、1九百年代から九百二十年代にかけて急速に発展し、 労働組合運動を中心に様々な運動を経引し経済圏社会圏の擁護を目的の一つとして社会正義と労働者の権利の問題を提起した第一次世界大戦後は平和維持のためにドイツ、ベルギーなど欧州の他国の人権連盟との連携により1922年に国際人権連盟を設立した戦間期には特に戦時中に 軍法会議によって、不当に有罪とされた軍人の名誉回復のために、大規模な運動を行った。1930年代には、ファシズムとの戦いのための団結を呼びかけ、人権連盟本部で、左派政党、労働総同盟などの労働組合、反ファシズム知識人監視委員会などの、反ファシズム団体の協定が締結され、この結果、1936年に、 人民戦線が結成された。当時、人権連盟の会長であったビクトル・バッシュの呼びかけで、欧州における反ラチズム、反ファシズムを牽引したが、いざ戦争の脅威が迫ると、軍備政策などについて、内部対立が生じた。ビシー政権下で、人権連盟の本部が占領され、文書がすべて押収された。人権連盟の指導者の多くがレジスタンスに参加した。 中央委員会委員の3分の1が殺害され、ビクトル・バッシュも妻エレーヌと共に逮捕され、処刑された。初代会長、ルドビック・トラリューの記念碑戦後は、特に脱植民地化、1947年、マダガスカル暴動の弾圧からアルジェリア独立、戦争下で1962年のエビアン協定まで、続いたフランス軍による拷問まで、植民地における人権の抑圧、 侵害の問題に取り組んだ。1958年に第五共和制が成立。ダニエル・マイエが人権連盟の会長に就任した。中央委員会にはルネカさん、レワモン、アンドレ・フィリップら、ドコール主義を代表する人物が多かったが、人権連盟では自由権を制限する諸制度を批判し、改革を求める声が高まった。1970年代には軍隊における、 自由、否認、人工妊娠中絶の合法化、死刑の廃止、さらに1981年に制定された治安の強化と自由の保護に関する法律の廃止を求める運動を指示した。1980年代から90年代にかけては移民問題が一つの焦点となった。1945年11月2日の外国人の入国、滞在条件に関する法律、 1986年と1993年のパスクア法と1997年のドブレ法により、不法滞在者の正規化が厳しく制限されたため、外国人医師の資格認定の延長として、これらの法の廃止と正規化、さらには外国人正規滞在者の地方選挙の選挙権を求めた。同時にまた、経済危機、 失業率増加による新たな貧困の問題、特に不当解雇に抗議し、居住の権利、医療を受ける権利を求めて戦った。差別撤廃は人権連盟の重要な使命の一つだが、近年では特に移民問題との関連で、フランス及び欧州における極右勢力の台頭を懸念し、国際人権連盟と共に人種主義的暴力に対する国際的対応を求めている。 また、リヨンに拠点を置く、人権のために一丸となって行動する、ユーロメットライズ国際人権連盟とともに、欧州連合において人権問題に優先的に取り組むよう働きかけ、2000年に欧州人権擁護協会が設置された。近年のもう一つの重要な課題は、科学や通信技術の進歩に伴って発生する恐れのある人権侵害に取り組むことである。 ありがとうございます。